皆さんこんばんは。今日は歌う前に何食べちゃまずいかなとか、意外と大丈夫とか、そういうことをちょっとお話したいと思います。短くしたいな。こういう辛いものですよね、唐辛子とかタバスコとか、なんかタバスコに似たようなものそういうものはやはり食べない方がいいっていうのは誰でもわかると思います。食べると刺激があって汗ポッポかいてきて美味しいけど、喉はってなっちゃうかなっていうのは分かってると思います。お酒をちょっとそうですね、ビール一杯飲むとかワイン一杯飲むとかしたら、やっぱり喉はこうね、充血すぎてダメだって誰も分かってると思います。でもじゃあこれは1週間前ダメとか、そんなことはなくて、前日に食べても全く問題ないと思います、一晩寝れば。ただね、夜寝る前に夜食、夕方食べるとやっぱり喉をなんかこう、調子が悪いまま、調子悪いっていうかね、充血したまま寝込むことになるといびきをかいたりするので、悪夢を見たりしますよね。なんか追っかけられたり夢とか。だからまあ前日には食べない方がいいでしょ。お酒も前日に飲むといびきかくんですよね。いびきかくときに鼻に入れる油あるんですけども、まあ、わざわざ歌う前の日に食べなくてもいいでしょ。問題はそういう唐辛子類よかもこのアレルギーです。甲殻類とか自分がダメなものは食べない。よく知られてないものにバラ科、バラの科目ですね、バラ科のアレルギー、バラは食べないけどバラ科のものとして植物はとっても多いですよ。果実、リンゴ、桃、洋梨、さくらんぼもそうだな、桃もあんずもそう、だから梅もそうだし、あと何だろう、喉に良いと言われる実はカリンもそうで、アーモンドもそうなので有名ですよね。特にそういうリンゴを食べるとこの頃唇がちょっと腫れるよねっていう人は、アレルギーの定量が引っかかってきた人です。唇が腫れる、口の中がちょっとペッペになるっていうぐらいならいいけど、それは喉にも来てしまうので、アレルギーの方は絶対その歌う日にはやめた方がいいですよね。甲殻アレルギー、カニエビとか美味しい高いものダメな人とか、そのバラ科は結構要注意です。それ以外はね大丈夫だと思いますけど、まあ、歌う直前にアイスクリームとかかき氷とか食べる人いないと思うんですけど、普段でもアイスクリーム食べるとルーマニアとかそういう東ヨーロッパの歌手からは、はあ、アイスクリーム歌い手が食べていいのっていうような意見が起きたりします。まあアイスクリームは日本人にはあまり関係ないかな。じゃあこういう辛いもの大丈夫だって言うけど、インド人の歌手はカレー、ちょっとインドはほとんどカレーしかないから食べ物カレー食べてると思うし、韓国の方は辛いの好きだからキムチとか、辛くないものを見つける方が大変だから、人によると思うんですよね。慣れてる人はそれでも大丈夫、慣れがない人やちょっとこの頃っていうものはやめようねっていうことで、何がいけないって考えたり叫んだりするのはちょっと考えもんですね。昔ナスは歌の人に良くないっていうのがあって、本当かなと思ってナス食べたけど何ともないですね。ただナスは体を冷やす、ね、体を冷やす夏にはいいんだけど、妊娠してる方とかお年の方とかはやっぱしちょっと食べ過ぎは考えもんだなっていうところから来てる神話みたいなものかなとも思うんですよ。そういうことを考えれば別にいいし、歌の直前にラー油とかタバスコとかボンボン食べる人いないと思います。でヨーロッパ、特にイタリアで歌う時にあった韓国人の話を、韓国人のチームで動いてる人たちとたまたま会いました。でまあイタリアのものを食べてるわけなんですけど、彼は辛いものに慣れてるわけですよね。で僕は一緒に食事した時質問しました。君たちはさ、キムチはなくても大丈夫なのって言ったら、1秒2秒沈黙が走って、一人のバリトンがキムチーと言いました。したら他のテノールもあキムチーと言って、あ、いいアクセントがあるのかなと思いました。あるいはそういうあキムチかっていうことでキムチーといいアクセントが来たんでしょうか。なんかフランス語のドゥブリーとか
デブリですね、デブリっていうのはいらないもの、それから廃棄、廃棄という地震が起こった場所ね、廃棄っていう思い出しちゃいました、キムチっていう、だからみんな食べたいけど黙ってたのね、ないから、20年ぐらい前だから、今だったらなんか携帯のキムチあるのかな、難しいよね、大都市じゃなきゃ、そこは南イタリアだったから、そういうことで、まあ、あれば元気が出るのにっていう人たちもいるんですよね。インド人や韓国人はいっぱい食べてるから、もう子供に与える母乳の中にそういう唐辛子の成分、なんだっけ、カプサイシンだっけ、うん、が入ってるって聞きました。そりゃそうだじゃあイタリア人は辛いもの食べないのかっていうと、カラブリア、アプリアの方かな、食べますよね食べる。でも歌う前に食べるかっていうとね、そんなんじゃないかな。それにイタリアはね、日本や韓国、中国みたく辛いもの食べない。南の方に行くと食べる。うん、辛いよって言って、僕の食べてあんまり辛くない。まあ、フィレンツェから上、ローマ、ミラノとかは食べない。辛いともう、ラー油みたいなオリーブオイルに唐辛子つけてある赤い油があるけど、それは南行かないと出てこない。ね、プーリア料理とかだと出てくるけど、全体的にイタリア人は辛いものそんな食べない。日本のイタリア料理やピッツァなんかに隠し味っていうか、全然隠れてなくて鷹の爪がいっぱい使ってあるけど、ああいうことはない。こんな辛くて食えないじゃないかって文句出ちゃうから、頼めばそういう油があるというようなことかな。